どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスのハブ。私ね、結構紹介させていただいたり、まあ、利用させていただいたりね、お勧めさせていただいてるわけなんですけども、こちらの月額制宿泊サービス、ハブがですね、いくつかね、キャンペーンやっておりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、月額宿泊サービスのハフですね。聞いたことある方もね、多いと思いますし、これどういったサービスなのっていうふうにね、まあ分からない方もね、いらっしゃると思いますので、まあ簡単にね、紹介しつつ、キャンペーンの紹介もね、していきたいななんていうふうに思うんですけども、私はね、結構前からこのね、月額制宿泊サービスね、ちょこちょこ使わせていただいているわけなんですけども、このね、月額制宿泊サービスのハフね、非常におすすめポイントっていうのがね、いくつかありまして、この月額制宿泊サービスのハフは、月額制ということで、月々でお金がかかってくるっていうサービスになります。で、月々お金を払ってですね、コインがもらえて、そのコイン数であれば宿泊することができるっていった形になるんですよね。で、この必要コインっていうのは、ホテルによって、この必要コインの設定がね、異なるわけなんですけども、まあ、このコイン数の中であればですね、宿泊することができるっていうふうになります。で、このね、コインの必要コインっていうのがですね、普通のホテルで言うとね、まあ、お値段みたいな形になるわけなんですけども、このね、ハフの非常におすすめポイントはですね、平日であっても、3連休であっても、土日であってもですね、年末年始、繁忙期、ゴールデンウィークとかね、まあ、いろいろね、ホテルの繁忙期ってありますよね。まあ、こういった時期でもですね、この月額制宿泊サービス、ハフはですね、国内に関しては必要コインね、変わらず利用することができるっていう風になるんですよね。ですので、平日でも同じコインですし、年末年始でも同じコインですし、3連休とかね、ゴールデンウィークとかそういったね、非常にホテルが高くなるタイミングでもですね、この月額制宿泊サービス、ハフでね、利用していただくと、同じコイン数で利用することができるって言った形になるんですよね。またね、このハフコインっていうのは、有効期限がないんですよね。ですので、今キャンペーンやってて、最大500コインで獲得することができるんですけども、こちらはですね、失効することがないっていう風になります。ですので、もしね、今回キャンペーン使って入会したけども、ちょっと利用することができなかったっていう方はですね、まあ来月以降ですね、休会っていうね、お休み会員、まあ0円会員にね、切り替えることもできるわけなんですけども、まあこういった会員になったとしても、このコインがね、なくなったりしないんですよね。これもね、非常にいいポイントっていう風になっておりまして、まあポイントマイルとかもそうですけども、有効期限をね、迎えてしまうとね、せっかく貯めたのがね、失効してしまったりですね、使わなきゃ使わなきゃみたいな感じでね、急いで使ったりね、ちょっとお得じゃなかったり、出てきても使ったりねとかね、そういうのがあると思うんですけども、まあ、そういった心配もねないって言った形になるんですよね。で、もう一つのおすすめポイントは前日までキャンセルができるっていう点なんですよね。まあ私はね、子供今2人いるわけなんですけども、子供って本当にどのタイミングで体調悪くなるかわかんないじゃないですか。まあこういった時にですね、前日までねキャンセルが無料でできるっていうのはね、非常にいいポイントなんですよね。まあ私もね、このハフで予約して、家族旅行を計画して、子供が風邪ひいてキャンセルするみたいなのが、まあ何回かあったわけなんですけども、これもね、ハフで予約してたので、まあ前日までね、無料で、キャンセルすることができたっていう風になりますんで、あ、これ本当にいいなっていう風に思ったんですよね。まあハフのね、いいところはまあこういったところっていう風になるんですよね。で、デメリットとしては、まあ最初から言ってる通りね、こちらは月額制宿泊サービスっていう風になりますんで、使っても使わなくてもお金はかかってくるんですよね。その代わり使わなかったら、まあコインは溜まっていくんですけども、このお金自体はですね、ずっとね、課金し続けられるっていう風になりますんで、まあ個人的なおすすめの使い方としては、まあ今からで言うと、年末年始とか冬休みとかね、まあこういったタイミングでホテルが非常に高騰するタイミングで、今入っといて、まあコインちょっと貯めといて、年末年始に使うみたいな。まあこういった感じでね、利用していただくのがね、非常におすすめっていった形になります。で、これをね、ずーっとね、課金状態で続けていくっていうのはですね、結構このハフっていうのはですね、今ね、キャンペーンやってて5000ぐらいで入会できるんですけども、通常は9800円かかるっていう風になりますんで、まあこちらね、結構高いですよね。で、このプランを下げたらね、まあもうちょっとお得に、お安くね、利用することもできるんですけども、まあそうであってもね、使わないのにずっとお金がかかっていくっていうのはね、結構もったいないっていう風になりますんで、まあ必要な時に再入会というか、まあお休み会員から有料会員に切り替えて、また使って、で、また使わなくなったら休会してみたいな、まあこういった感じでね、利用していただくのはね、非常におすすめっていた感じになります。では次にですね、キャンペーンなんですけども、まずね、こちらのキャンペーンですね、こちら、紹介コードをね、使って入会していただくと、
本来ね、100コインしかもらえないんですけども、6600円相当の200コインがね、もらえるキャンペーンがやっております。こちらね、この動画出てるのね、10月の31日になっちゃってると思うんですけども、今日まで、まあ、10月の31日までっていう風になりますんで、こちらね、利用されたい方はですね、10月の31日の23時59分までにですね、入会ね、済ましておいていただければな、なんていうふうに思います。今ね、初月4900円のね、キャンペーンが今ね、やっているっていうふうになりますんで、4900円で初月使えるにもかかわらず、まあ、200コインね、もらえるっていうふうになりますし、このね、初月4900円のプランのですね、もともと300コインがね、もらえるっていうふうになりますんで、この紹介コードのキャンペーンと通常のコイン合わせるとね、最大500コイン、16,500円相当のね、コインがもらえるっていうふうになりますんで、こちらね、今入会していただくので、ね、非常におすすめっていた形になります。前回ですね、2940円で初月使えるね、キャンペーンがあったんですけども、まあその時もね、合計500コインもらえたんですけども、今回のキャンペーンもですね、初月はね、4900円っていう風になりますんで、前回よりね、まあ、だいたい2000円ぐらい高いんですけども、2ヶ月目もですね、4900円で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、今回のキャンペーンもね、まあ、そんなに悪くないのではないのかな、なんていう風に思います。まあ、1ヶ月限定でやめちゃうよっていう方は、前回よりね、ちょっと2000円ぐらい高いんで、まあ、そこはね、ちょっと、あれなんですけども、まあ、今回のキャンペーンもね、まあ、初月500コインで、また2ヶ月目300コインもらえるっていう風になりますんで、まあ、それでね、休会して、まあ、年末年始とかにね、また復活して利用するみたいな、まあ、そういった感じで利用していただくのもね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思います。で、このキャンペーンがですね、10月の25から始まって、10月の31ということで、非常に短い期間しかね、まあ、やってないっていう風になりますんで、まあ、このキャンペーンがね、やってなかったらね、まあ、前回のがね、結構良かったんで、まあ、今回するかな、なんていう風に思ってたんですけども、まあ、200コインね、アップして合計500コインもらえるのであればですね、まあ、結構いいホテルね、まあ、ホテルによってはね、2泊とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、紹介させていただいたっていった感じになるんですよね。で、こちらはね、一つ目のキャンペーンで、もう一つですね。こちらのキャンペーンですね。12月1月での宿泊予約は 10% オフということで、こちらね、予約自体もですね、10月の31日までなんですけども、こちら、2023年12月1日から2024年1月29日のね、宿泊がですね、10% オフで利用することができるね、キャンペーンがやってるんですよね。まあ、さらにね、100人に1人、1泊分のコイン返ってくるキャンペーンもやってるんですけども、まあ、これはね、ちょっと100名なんでね、当たんないと思うんですけども、まあ、こちらもね、結構いいですよね。10月の31日までに、こちらのね、対象宿泊期間のね、ホテル予約していただければですね、レギュラー会員のね、方であっても 10% オフでね、利用することができるっていう風になりますんで、300コインのホテルであれば、10% オフなんで、30コイン返ってくるってことですよね。もう非常にいいですよね。まあこちらもね、やっているっていう風になりますんで、まあ今回のキャンペーンで年末年始ね、予約されたいっていう方は、こちらね、10月の31日の23時59分までね、予約していただかなきゃいけませんので、まあできるだけ早くね、利用していただければな、なんていう風に思うんですけども、こちらもね、やっておりますので、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、今回ですね、月額制宿泊サービスハフね、4900円でね、初月利用することができるっていう風になりますんで、まあそのキャンペーンなんですけども、こういった形になっておりまして、こちらね、ちょっと0円っていうのがね、結構大々的に出ておりまして、無料で使えるのみたいな感じでね、まあ思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけども、そういう意味ではなくてですね、本来このね、9800円のプランが4900円で1ヶ月目利用することができます。で、先ほどから言ってる通り、紹介コードで200円。で、もともとこの9800円のプランは300コインがもらえるっていう風になりますんで、合計500コインが4900円で1ヶ月目もらえます。で、2ヶ月目もですね、4900円で利用することができて、9800円のプランなんで300コインがね、もらえるっていう風になります。ですので、2ヶ月利用していただくと、4900円が2回ね、課金が来て800コインがもらえるっていった形になります。で、まあこの2つ合わせてね、まあ最大1ヶ月分無料で利用できますよみたいな、まあこういったキャンペーンになってるんですよね。で、記載してある通りですね、この1ヶ月目だけ利用していただいて解約していただくのも OK っていう風になりますんで、初月4900円で入会していただいて500コインゲットしていただいて、で、その500コインでね、1ヶ月以内に宿泊していただいて、もう1ヶ月目でやめちゃうっていうのも
全然 OK っていう風になりますんで、そうなるとですね、4900円で、まあ1泊2泊でしていただければ、まあかなりね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていう風に思います。で、この4900円、500コインね、で、どのぐらいのホテルに宿泊できるのかっていう話なんですけども、こちらですね、500コインでね、ちょっと検索させていただきますけども、こちらね、こんな感じでね、どのぐらいのコイン数かっていうのはね、こういった感じで、検索することができるっていう風になりますんで、今回は500コインなんで、まあ、これでいただい、入れていただいて、こういった感じでね、表示させることができます。で、これね、コイン数が少ない順、高い順、新着順、おすすめ順とかね、並び替えることができますんで、本当に安いところだとね、まあ、ドミトリとかになっちゃうと思いますけども、100コインとかがね、宿泊することは、まあ、できることはできるっていう風になるんですよね。まあ、もちろんね、ドミトリーであったりね、個室だったらもうちょっとコイン高かったりね、まあそのホテルによって変わるわけなんですけども、まあこういった感じでね、利用することができます。まあ極端な話を言ってしまえばですね、100コインのところだったらね、5泊するっていうことも、まあできなくはないっていう風になりますんで、まあこちらね、本当に使い方次第だなっていうところですかね。まあ、星野リゾート系でね、利用していただくのはね、非常に人気になっているみたいですので、まあこちらもね、利用されたい方はぜひね、チェックしてみていただければな、なんていう風に思います。まあ、結構ね、500コインでね、かなりの数のホテルからね、選ぶことができるっていう風になりますんで、まあ、1泊で利用していただいてもね、2泊利用していただいても、本当にドミトリーとかで良ければね、5泊利用していただくのもね、まあ、いいっていう風になりますんで、まあ、こちらね、スマートフォンだとね、もうちょっとね、まあ、簡単にね、検索しやすくなっておりますんで、これちょっとね、PC サイトなんですけども、ぜひね、チェックしてみて利用できそうだったらですね、今回ね、入会していただくのね、非常におすすめっていった感じになります。ということで今回ですね、月額宿泊サービスのハブがですね、10月31日、この動画が出てるのもね、10月31日ということで、ちょっとね、本当に今日中にね、利用していかなきゃね、いただけないわけなんですけども、まあ気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。まあ私はですね、本当に利用するときに復活して、まあそれ以外は休会してみたいな感じで利用させていただいております。まあ国内も海外もね、利用させていただいている機会はあるんですけども、まあ海外でもね、非常におすすめっていう風になりますし、国内でもね、先日ね、お盆のど真ん中にね、東京の新宿宿泊してきましたけども、まあこちらもね、結構良かったですので、まあ国内、海外ね、どちらでもね、この月額制宿泊サービスね、海外だとですね、ハワイと台湾、韓国、まあこれがね、結構多く利用することができるっていう風になっておりますんで、まあハワイとかですね、正直、まあ利用することができるんですけども、このコインっていうのはね、かなりかかってきてしまいますんで、まあ配課金がね、必要になってきてしまうかなっていうところですかね。まあ、普通にね、500コイン以内でね、泊まりたいよっていう方はですね、まあ、韓国とか台湾とかね、これでね、利用していただくのもね、結構いいのではないのかなと思います。紹介コードね、一応概要欄に載せておきますんで、利用されたい方はですね、ぜひね、そちらから、登録ね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。